ネット環境があまりいいものを使ってなかったんで、オンライン会議とか円滑に進まなかったっていうのがありました。パソコン持ってなかったので新たに自分で買いました。今回のコロナの問題でテレワーク、こういったものをみんな使うようになりました。しかしながら実はテレワークをするための環境を揃っていなかった。まず必要なのはネット環境をきちんと整えることです。今はモバイルのネット回線とても重要なので 5G に対応ということを考えていった。さて 5G をつなげるのはどこだということになるとスマートフォンが中心になるんです。そうなるとある程度のスペックがあってかつ電池が持たなきゃいけない。その意味ではこの Galaxy S20 Plus 5G は 5G の中心として使いたい機種ですね。このスマホは 5G のミリ波に対応した日本で初めて発売されたスマホです。ミリ波は周波数をたくさん使えるんですね。つまり通信スピードが速くなると。それから触って私もびっくりしたんですけども、この DEX 機能 HDMI のケーブルをつなぐだけでパソコンと同じように大画面でそのまま仕事ができる、まさにテレワークに向いたスマートフォンと言えると思います。